はい、実はですね、この前、ぶち切れました。猫が、パクられた件なんですけどね。猫がパクられた件で、正直ね、不愉快ですけどもね、翌日かな、一匹、なんとか帰ってきてます。もう経緯はもう面倒くさいから言いませんけど、帰ってきまして、一日ちょっとかな、毎日、ご飯死ぬほど食うてまして、なんとか回復してるっていうのかな。で、4匹いなくなって、通算で1匹帰ってきまして、いろいろあって、で帰ってきた、あ、ごめん、ちょっと言い方間違ったけど、帰ってきたんで、まあそれは良かったことで、もう1匹実は戻ってきたんですけど、おそらく、ちょっと難しいかな、難しいって言い方は何ね、もうこれはもうここでこういう言い方させてほしい。で、正直言っとくけどね、確かに、出たことについては誰かが原因ある。例えば家のドア割ったやつが悪いのかね、ドア割ったやつが悪いのか、ドアを割らした僕が悪いのか、もしくは出て行ったやつを勝手に連れて行ったやつが悪いのか、ついて行ったのが悪いのか、ここは問いませんけど、もういい加減にしてくださいよ、頼みますけど。警察も含めて、人の持ち物やで、人の持ち物をや。僕もね、ちょっと大阪と、この田舎の間を往復するっていう生活は、まあ都市が行ってからも無理やろうとは思ってたんやけどや、どうしてもね、虎鉄が帰ってこない、2年以上帰ってこないんやけど、誰かの家で飼われてんねやと思った。それだけムカつくから、それだけムカつくからだけで、折った結果さらに傷口が広がった。で、本当やったらもっと違うことがしたかったんやけど、僕も嫌なんですよ、こういうのが。だから結果やな、にちょっとこだわったんですけど、本当やったら、ごめん、一番ね、一番僕に懐けへんかった子がおるねんな、大阪から連れてくんのも。一番最後まで、来なかった子がおってんけどね。その子が、まあこうやって今夜中なんですけどね、泣き声が聞こえて、まあその前になんか物音はしてんけどやで、表で。で、フラフラになって帰ってきた。で、普段やったら僕は触ることもあんまり好まんタイプなんですけど、ガツガツご飯食べとったな。多分人のご飯食べられへんやろ、多分。正直僕以外の人間って見ないからな。ここにいてるやつらはほとんどさやし、どうしてもあかんやつはもう大阪に連れて帰ってるけど、うん、大阪におる限りは誰かが面倒見てくれるからな。けど、その子もだから、ちょっとどっちかといえば一人でおることが好きなっていうのかな。人間にこびるってことはなかったんやけど、帰ってきた時はもう泣いてたからね。よほど家やったんやろ、思うねん。僕の思いだけやけど。で、もう一匹や。ムカつくな。
こう警察に言うたところでこれ物扱いやからな。パクられたペットって物やから。返しましてん言われたら終わりやからやけどで。んで、急いで、したけど、おそらく助かれへんかもしれん。誰が悪いってことはもう言わないけどね。勝手にやめてくれるかな。近所のやつでもなんかおかしなやつおったもんな。近所のやつでも。なんか偉そうに、僕に向かって浅いとかなんか言うてるやつおったけど。そんな奴らが持っていったんかと思ったらムカつくがって。翌日やったかな。銀行行った時に言われたわ俺。猫に懸賞金かけてるんですかって言われて。かけてるよって言って。猫に懸賞金かけてんのに、かけてますよって言って。その猫は世界の中でそいつしかおれへんねんから言って。お金で解決しようもんやったらペットショップ行ったらいくらでも買えるやろけどって言って、その子はそれしかおれへんねんから言って、だから返せよ言うてんねん言うて。って言ってたんやけどね、あと2匹、ないしは3匹や。正確には小手入れたら、絶対うるせえんぞ。一応念のために言うとったらけど、1匹なんか京都市内まで連れて行かれてみたいけどな。京都市内まで誰か連れて行ったみたいけどな。京都市内までなんで京都市内まで行ったんか言えへんけどや、早返しに来いよ。何京都市内まで連れて行ってんねん。おい、定点観測してや、場所がはっきり分かったらお前もうただで済ませんぞ。おいて近所であろうぜ。近所はちょっと分かりにくい事情があんねんけどや、えがみにしとけよ。ほんだらってな、人のものや。人のものを勝手に連れて行って、銀行とかでも、ある程度で声かけたけどやで、人のもの勝手にパクって、自分たちの気持ちが収まりつくもんて、人のものかっぱらって、自分の家でや、飯食えへんけど、言うことも聞けへんけど、そのうちなんとかなるんちゃうかみたいな、もうそんな浅はかな気持ちで人のもんパクるなボケって言っとくわ。一匹京都市内まで行っとんで、猫は電車に乗れへんど。猫は電車に乗れへんし、国道9号線ずーっと歩いて京都までも行けへんど。ええかげんにしとけよ。すぐに返しに来い。僕もね、こだわりや。変なとこはこだわるからやけど、何にもせんとずーっと待ってるけど、ただで済ませへんど。これ以上返せへんかったら。警察にも警告してるけどや。